ラに歩いてきます。今年はワンピースに、パンプキンのお二人ですね。どうぞ。あ、これまたペアでね、トコトン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 みたいな。違う。いいですね。仲いいですね。はい、ほら、ちゃんとペアで。ブルーと赤のコンビで。はい、まあ、頭のリボンも。さあ、ここに来て挨拶。はい、2個揃えてますね。はい、揃えてますね。パッキューの指に絆創膏があったのがとても可愛かったですね。どうぞ。どうぞ。これはもう水着ってね、はい、慣れてるから、ね、結構恥ずかしくないかもしれない。ガズルみたいな。違う。この辺で技をかけていただけるでしょうか。ちょっと照れがありますね。やっぱ照れちゃいますね。はい、そこで2個。かわいいですね。いいですよね。あれだったら私なかった、はい、さあ、この花道を、はい、いや、大人っぽいです。あの照れ笑いがかわいいですね。よかった、笑ってね。2回やると嫌味だね。あー、もうこの上のお約束ですね。いいんですよ。いいの、大丈夫。じゃあ、物申し訳ない。いやいやいや、はい、さあ、どうぞ。はい、あと子供の頃から水着は買ったことないと言ってましたからね、はい、彼女はね。そうですか。はい、あ、余裕を持ったこの歩き。おいおはい、というわけで、本日の滑るから、はい、三宅さんね、あ、やりましたね。またね、靴が可愛いの。靴がね、いいですね。ね、はい、ゾーリが可愛いの。え、何の靴、何の靴。ジャイさんの靴。どうぞ。お、このストライプ関係の、ね、そこで一段落ちで転んでくれると美味しいんですよ。そうですね。でここに来て二段落ち、二段落ちと、はい、で立ち上がろうとして転ぶと、おでも三段落ちで完璧に成立しますからね。大人っぽい子ですね。はい、大人っぽいですね。素敵です。あのエビフライの尻尾のような前歯が可愛いですね。はい、はい、クリッとした目で、ね、いいですね。私なんか喋るおじさんになってますね。完全ですよ。いや、カラフルで、そうですね、私も本当に喉までいろいろ言葉が出てるんですけどね。ごっくんの、あら、まあ、腰にテーマしてるのどうだみたいなんでね、可愛いですね。こっち見てないで水着ばっかり見てますよ、スタッフもね。